それでは最初に主催者を代表いたしまして全国空襲連運営委員長の星野博さんにご挨拶をお願いいたします。ご紹介をいただきました、星野です。いつも弁解するんですが、整体の治療をやっておりまして非常に、聞きづらいと思いますがご勘弁願いたいと思います。本日はウィークデーで猛暑の中私たちのこの集会にお集まりいただきまして心から御礼申し上げます。ありがとうございます。私たちは特に私個人として退職してちょうど20年目になります。私が退職した時に東京都に行って東京の空襲で死んだ人の名前は何名分かってますかって聞いたら3930名ですと答えましてびっくりしました。これ堂々と 3つの課長が出てきたんですよ。それであまりの凄さにすぐそこでその事実を書いてあの都庁の2階の、マスコミに全部連絡をいたしました。今1999年に東京都も大きな都民運動のもとやむなく指名教育に着手しました。ところが昨年末で東京で8万150名の空襲死者の氏名が記録されるんです。やればできんです。そしてその人々がこの地球上に生きていたことを後世にしっかりと使えることができる。このことを私たちはこの20年間の活動でしっかりと学ぶことができます。一昨日の朝日新聞に、愛知県それから名古屋市が共同して国が市に自治体に県に要求していた資料センターが来年の8月に完成することになって今準備中ですこう言いました。全国にそういう影響を与えてるんですね。大阪も氏名記録やりました。そして沖縄はもちろん資料島は流しそして今東京と同じように悲惨な空襲の体験をした神戸が氏名記録を始めます。そうなりますと大きな空襲を受けたところ全部資料館を持つ東京はないんですよ。首都東京はないんです。こんなアンバランスをなくしてそして公平に空襲の真実が後世に伝え今私たちは自らの人権人間としての尊厳をしっかりと国は守ってくださいって要求しています。何しろ軍人軍属に言わせん今言われてるだけで50円国のお金を使って保障をやってる。私たちはこれに反対してるわけであります。空襲の民間人は一銭ももらってません。一銭も使っておりません。こんな不公平はないじゃないですか。こういう差別民間人だからといってその亡くなった人々怪我を負った人々孤児として本当に死の思いで生き抜いてきたこういう人々に温かい激励の言葉そして医療費でもわずかでも補ってやるこういう思いがあってしかるべきだというふうに思っています。私たちは最高裁の判決で残念で無念ですが国は一方的に我々の裁判を門前払い企画決定をしました。しかし黙ってるわけにはいけません。
今皆さん方の力を借りて、さらに一層世論を疑う、そうして国に法律を作らせて、民間人の差別、この不条理を正す、この政治制度、戦後の政治の過ちを正しく、今の憲法に基づいて、民主的で公平な措置をするように要求して戦っております。今日のこの集会が、この戦後初めて行った大規模な集団提訴に対する怒りと、そしてこの力を立法化に向けて結集し、このスタートを示したい、このように私たちは考えている。どうか皆さん方の変わらぬお力添え、一層のお力添えを心からお願いいたしまして、本日集会の主催の趣旨の説明させていただきます。どうもありがとうございます。続きまして、全国空襲連共同代表の中山武俊弁護士より呼びかけを行わせていただきます。中山でございます。今日は、終戦、69回目の日にこの集会が打たれています。日本国に310万人、アジアで2000万人の尊い犠牲が出たアジア太平洋戦争を経て憲法が制定されましたけれども、憲法はその前文で政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、この憲法を確定すると謳っております。戦後日本の政府の第一の政策は、本来ならば内外の戦争被害者に対する誠意ある謝罪と、そして補償をしなければならなかったわけです。ところが先ほど星野運営委員長からもありましたように、軍人軍属には53兆円、54兆円、55兆円からの補償をしながら、民間人空襲被害者は切り捨て、また外国人の被害者に対しても一切排除すると、このような戦後補償政策をずっと続けております。戦後保障、戦争犠牲の国際的な原則は、国の中にあっては軍人軍属と民間人を区別しないと、内外人平等主義ですね、国内平等主義、それと外国人も、その国の国民も国籍によって差別しないと、内外人平等主義、これが原則なんですね。ところが日本政府は誤った政策を一貫して続けております。先ほど休日祭の、方の訴え、安野さんの訴え、京香さんの訴え、それからビデオの吉田さんの訴えもありましたけども、この戦争被害者の訴えですね、それをぜひ受け止めてもらいたいんですね。ちょっとさっきテレビでもビデオでも出てましたけども、今日ももう90歳80歳になられるですね、金田さんがこの会場にもおいでになってますけども、金田さんも9歳の時ですね、お父さんも3歳の時に亡くなられて、そしてお母さん、お姉さん、妹さんが亡くなって、一人に小さい子になられたんですね。そして親戚の家に預けられるんですけども、もう中学校の時にですね、肺結核になったけども、病院にも、お医者にも行けなかったと。そして23歳で栄養失調でですね、一つの目が失われるんですね。もう何回も自殺を考えたと。他の人たちも戦災孤児ですが、そうなんだと。そして15万人からの戦災孤児が出てると。戦災孤児はですね、餓死、凍死、自殺、
そしてまたですね、こじられて捨てられたりですね、そういった親がないのがどんな大変な生活をしてきたのかと、そのために自分はですね、そのことを訴えたいために幸いに決意したんだと、東京大学の篠沢に決意したんだと、お金が問題じゃないんだと法廷で訴えられたんですね。そういった訴えがあったからですね、第一審東京地裁はですね、最高裁の戦争被害人論を認容できなくてですね、原告らの受けた被害は計り知れないものだと、これは立法を通じてですね、国会で解決すべき問題というのを打ち出したんですね。この部分は東京高裁判決も引用してるんですね。だから今日国会議員の先生もおいでになってますけどですね、憲法は国会はその国の最高機関だという唯一の立法機関を定めてるんですね。ぜひですね、もう早期にですね、議員連盟を再開してもらいたいと、そして本気でですね、この空襲被害者援護法案の成立にですね、動いていただきたいということを訴えたんですね。今本当にですね、多くの人がですね、戦争の再び危険性とですね、平和を脅かされるんじゃないかという不安を持っていらっしゃるんですね。この援護法制定を求める運動はですね、未来の平和にも関わるですね、意義ある僕は運動だと確信しています。多くの人たちの結局は世論がですね、どれだけこの運動を支持するかって思うと思います。100万人今署名を取り組んでてですね、28万人集まってます。来年の3月6日は浅草東海道でですね、1200人規模の集会を予定してですね、それと合わせて国会にですね、立法会の署名を提出していくと。それからあと地方議会のですね、決議も意見書、これも重ねていくということを方針として出してます。ぜひ多くの皆さんのですね、支援を訴えて呼びかけとしてあります。一緒に頑張っていきましょう。今日はこのお暑い中、国会議員あるいは政党の皆さんがご参加いただいております。同時に各会各団体の皆さんからもご出席をいただいております。大変恐れ入りますが、国会議員の皆様、それから政党の代表の皆様、また各会各団体から発言をいただく皆様、ご登壇いただけますでしょうか。恐れ入ります。それではご挨拶をいただきたいと思います。ここの会場にお付きになった順番でご挨拶をいただきたいと思いますので、ご挨拶いただきたいと思います。最初に新社会党中央本部書記長、長波博邦様、お願いいたします。ご紹介をいただきました新社会党本部で書記長をしております長波博邦と申します。大体私は会議の始まるベルが鳴るとともに現れるんですが、たまたま今日は一番についてしまいまして、最初に挨拶をさせていただく礼をいただきました。この4周年の集いに国会議員のいない今、私たち新社会党もお招きいただきまして、ご挨拶をさせていただく機会をいただきまして、心から感謝を申し上げます。私は千葉県野田市で、市会議員を29年目務めております。千葉県野田市は川一つ隔てますと埼玉県、そしてすぐ東京でございますので、大空襲の時に私ども野田市に疎開をされてきた方が大勢いらっしゃいました。またそういう方が私の先輩議員として議会で務めました。女性の議員でしたが、ことあるごとに大空襲の悲惨な状況、決して二度と戦争を起こさせてはいけないということを議会の場で訴えていらっしゃいました。
また私は茨城県水戸市の出身でございます。水戸市も昭和20年の8月2日もっと早く戦争終結に導けば合わなかったであろう空襲を受けました。300名以上が亡くなり、市のシンボルであったお城も焼失してしまいました。なぜ水戸市が空襲を受けたのか。それはお隣日立、には日立製作所がありました。ご承知のように軍需工場でございます。水戸市は日立市に常磐線を使って勤めに行く市民が大勢住んでいた。だからこの常磐線、そして水戸市をやっつけてしまえというのが、アメリカ軍の考え方だったというふうに思います。もとより私はまだ生まれておりません。この水戸の空襲の半月ほど前、艦砲射撃を水戸は受けました。私の母は生きていれば現在89歳でございますが、私が小さい頃、私の母は未婚のまだ娘だったわけですけども、水戸の海中港というところで網元の娘として育っていました。その時の艦砲射撃の恐ろしさを私に何度も語ってくれました。二度と戦争を起こさせてはならない。しかし今また新しい戦前かのようなきな臭い動きがひひひしと足早に迫ってきているというふうに思います。私も不勉強でございました。軍人軍属には50兆円以上もの保証している。しかし第一次世界大戦からもう前線も銃後もない、総力戦の中で前線だけを叩くんでは戦争に勝てないということで、この銃後ここを叩く、こういう形が戦術と残念ながらなってしまいました。まさに法の下の平等、これに戻る。大空襲の被害者には一切の保障がされていない。とんでもないことだと思います。私たち新社会とは現在国会に議席を持っておりませんが、あちこちの自治体に議員を持っております。自治体議会として、空襲被害者援護法、これを早く立法化しろという意見書運動ができます。議員がいなくても自治体議会に同じ趣旨の陳情をさせることができます。各地で署名運動をすることができます。そういう意味で共に皆さんと共に戦うことを改めてお誓い申し上げまして、連帯のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。最初に申し上げればよかったんですが、恐れ入りますが3分で申し訳ございません。それでは続きまして、日本共産党田村智子参議院議員お願いいたします。また本日は全国の空襲被害者の皆さんが裁判を戦い、そして連絡協議会を作り、空襲被害者の援護法をと求めてこられた超党派の議員を動かしてこられた、まず心から敬意を表したいと思います。私も来年の戦後70周年に向けても改めて空襲被害者の皆さんのその援護の法律が必要だ、そのために超党派の議員の皆さんや会場お集まりの皆さんとも大いに力を合わせ知恵も尽くして取り組んでいく、その決意をまず述べたいと思います。この法律がなぜ必要か、私自身もですね、国会で何度か取り上げてきました。一昨年厚生労働委員会では空襲の被害について政府はどこまで調査をし記録しているのかという質問をしましたが、これはやってないどころか担当する部署もありません。総務省が戦争の追悼行事に絡めて追悼記念式典に総務省の職員を送り出すときに、そこの地域に残っている戦災の記録をコピーを取ってくるぐらいの活動しかしていないということが分かりました。このままでは一体日本でどれだけの民間人の犠牲者があったのか、日本の政府として正式な記録を残すこともできなくなってしまいます。そしてもう一つ、
やはり戦争を推し進め、それがゆえにアジアと日本で多大な犠牲をもたらした政治の責任がこのままでは曖昧になってしまうということです。今年5月の決裁委員会で取り上げましたのは、大阪の空襲の裁判で取り上げられた防空法の問題です。逃げるな、火を消せ、これが徹底されて国民の皆さんの中に行き渡らされた。それがために自分の家から逃げ出すことが多くの国民は許されませんでした。子供だけがたくさん生き残った。なぜか大人は火を消すことが義務付けられていて、子供だけを先に逃がした。それがために多くの戦争孤児を生み出してしまった。焼夷弾は手で掴んで捨てれば大丈夫だ。こんなことが新聞を通じて政府によって軍部によって国民に徹底をされていた。こうした政治の責任を今こそ明確にしなければならないと考えるからです。過去の戦争への政治の責任、これに無反省な政府はこれからも戦争に対して無反省で戦争に突き進むような政治をやりかねません。現に今の安倍内閣は集団的自衛権の行使容認へと踏み込んでいます。だからこそ皆さんと一緒に今一度戦争の責任を明らかにせよ、その犠牲の責任を問う援護法を作れと一緒に求めていきたいと思います。知恵も力も本当にいることだと思います。超党派で国民の皆さんと力合って頑張る決意を再び申し上げまして挨拶いたします。ご一緒に頑張りましょう。続きまして、緑の党の菅野敦子様、お願いいたします。こんにちは。今日はこの場での発言をさせていただきましてありがとうございます。緑の党グリーンズジャパンの副運営委員長、東京都本部の共同代表をしております菅野敦子と申します。緑の党は昨年の参議院選挙、比例区に10人の候補者を立てて挑戦しましたが、残念ながら議席を得ることはできませんでした。私たちは全国で平和や環境や人権や市民自治を求めて活動する無所属の市民派の地方議員約60名、私も昨年まで小金井市議会で議員を16年間務めておりました。またさまざまな市民運動に取り組む仲間たちで、これまで何年もかけて日本にも新しい市民発の政党を作りたいと取り組んできました。そして昨年 の、 あの参議院選挙、10人の候補者のうちの1人、ミュージシャンの三宅洋平さんが選挙フェスという本当に心に直接響くような選挙運動を全国で展開したことで、今若い人たちの中で政治に取り組もうという方たちがじわじわと名乗りを上げています。私たちは来年の統一選でぜひ勢力をさらに拡大し、そして次の国政に向けてより多くの皆さんと連携しながら新しい政治を作っていくために頑張っていきたいと思っています。緑の党の大きな特徴として国際的なネットワークがあります。世界の90の国や地域に同じように緑の党として活動する仲間たちがいます。フランスやドイツのように主要政党として政権にも参加しているところもあれば、ラテンアメリカやアジアのように一部の地域では金権政治や軍事政権の中で命がけで頑張っている仲間もいます。そういった国際的なネットワークの中で見えてくるというものは大変大きくあると思っています。この戦後保障の問題にしても、先ほど中山先生からのお話もありましたが、ヨーロッパでは誰にとっても同じような戦後保障、軍属や軍人と民間人を隔てなく一人一人を保障する形が実現しています。これができていない日本のこの今の政治、国の犯したというものが際立ってきます。また先日私たちは、緑の政策フォーラムというものを開きまして、そこで前広島市長の秋葉忠俊さんのお話をいただきました。秋葉さんは、核抑止力、これは核兵器ではない、語り部として被害を語り継いできた被爆者こそが、核抑止力であったとお話をされました。この戦後保障の問題においても本当に大変なことだと思いますが、この空襲被害者、その被害者の皆さんが声を上げてくださるということが、今のこの日本の状況の中で機密保護法や集団的自衛権の行使容認が強行されようというような、こういった中で本当に大きな力を持つ、それを押しとどめていく力になるものと思っています。また自然災害に対する公的援護制度、これは阪神淡路大震災の被害当事者の方、
そして亡くなられた小田誠さんをはじめとする市民連動がしっかりと取り組んだことで実現してきました。この今回のこの空襲被害者の援護制度につきましても、高齢になられて本当に大変な被害者当事者の皆さんをしっかりと市民運動がサポートする中で実現をさせていくことが必要だと思っています。私たちは市民運動から生まれた市民の党として、より多くの皆さんと連携しながら署名活動に取り組み、そして地方議会からの意見書運動などしっかりと取り組んでいきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、社民党副党首福島瑞穂参議院議員、お願いいたします。どうも皆さんこんにちは。社民党の参議院議員、福島瑞穂です。8月15日、69回目の終戦記念日、このような会にで発言させていただくことに心から感謝と敬意を申し上げます。また全国で空襲被害に関して裁判を起こし、そしてその中で被害の証言をし、そして大きな立法を作ろうと日夜本当に頑張っていらっしゃる皆さんに心から敬意を申し上げます。そして先ほど星野さん、中山さんから話がありました。何としても国会の中で超党派で立法しようと今頑張っているところです。私も本日超党派で議員連盟もう一度再開をして、そして立法を作るぞという決意を申し上げたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。私は戦争や平和には、皆さんたちもそう、皆さんと同じようにすごく強い思いがあります。私は父が特攻隊の生き残りで高校卒業するときにみんなが寄せ書きをした日章旗の大きな旗が、父が亡くなったのは7年前なんですが、その1年後にアメリカから戻ってきました。どれだけの命を取り奪おうとしたのか、戦後というか父は命を失うことがなかったので、戦後結婚して姉と私が生まれました。8月15日は私はまた格別の思いがあるんですが、12時のサイレンの時に父はよく泣いていました。私はすっごい怖くて、父に寄れないというかですね、とにかく父の体験を聞くことがほとんどできないで、父は亡くなってしまいました。ですから今日、終戦の日、改めて戦争反対、そして戦争被害者に対してきちっと補償せよということを皆さんたちと一緒にやっていきたいと思っております。先ほどからもありました、国会の中でもずっと委員会で厚生労働委員会をはじめ追及をしてきました。軍人軍属には55兆円、しかし空襲被害者には0円、そして内外人平等原則が一つの基準なのに、外国人に対することは全て、無視してやってきました。少しずつですが、例えば、中国からの、帰ってくる残留孤児、残留邦人の皆さんの問題、そして額は少ないけれども、こんなのおかしいじゃないか、平等原則に反すると少しは実現したシベリア抑留者の問題、しかし空襲の人たちのこの被害と、そして外国人の問題は私たちは国会で解決をしておりません。国会の中で今までいろいろ質問したりしてきました。例えばご存知の通り、この東京大空襲などは国際法違反だと日本政府は直後に抗議することをやっております。そこまでやっていながら、なぜ被害の救済をしていないのか。国会の中で超党派で議員連盟再開し法律を作ることに頑張ると同時に、本当にあの空襲は何だったのか、一つ一つの被害や問題点をしっかりやっていきたいと思っています。で、二つ目ですが、私は皆さんたちが先ほどの VTR もそうですが、こうやってやっていただいたことがやはり戦争を食い止めてきたと本当に思っております。孤児という言い方がよく分かりますが、戦争で一人ぼっちになった子どもたちが戦後なんか非常に
隔離されたり管理されたりいろいろした写真なども見て本当に語られてない戦後がこれほどまでにあるのかというふうにも思っております。でイラク戦争があった時先ほども大阪空襲の原告から話がありました。イラク戦争の時テレビはピョンピョンと飛ぶいろんなミサイルは本当に映すけれどもじゃあそのことで亡くなる普通の人のことをどれだけ報道しているのか。第一次世界大戦後軍人軍属よりも市民が圧倒的にたくさん亡くなっています。だから小林信明です。今回2回目の放送なんですけど番組名は厳しい時代をエコで生き抜こうということでお伝えさせてもらいます。前回は自分が今やってることだったりとか今までの自分の経歴経緯とそのやりたいことっていうことをお伝えさせてもらいました。そこで今回の放送ではこれから私が今回この番組で放送を担当させていただきますので、その私が大体伝えていきたいということに関して簡単に触れさせてお伝えさせてもらいたいと思います。そこで私がこの何度も言うようですけど、厳しい時代をエコで生き抜こうというタイトルをつけたその、番組の内容としましてはまず3つあるんです。1つは、環境問題全般に関してっていうことをお伝えさせてもらおうと思います。そして2つ目が、今やはり例えば自殺者の方が3万人近く、超えてたりとかそれに近い方が毎年亡くなっているようにそのやはり日本社会というのは必ずしも生きやすい社会ではないと思うんですね。そこで、やっぱりそのいろいろな人生の、悩み問題苦しみそういったものをどう乗り越えてというかそれをうまく克服してというか、そういう方法論ですね、いわゆる自己啓発的な内容についてもお伝えさせていただきたいと思います。それとあと、3つ目に私が考えていることというのが生き方ということなんですけど、
まあ、そういうとすごくなんていうかちょっとうさんくさく聞こえちゃうかもしれないですけど、まあ、やはりその今の私が主にはですけど、まあ、その今の教育っていうのはやはり本当にその小学校であれば中学校に上がるため、中学校であれば高校行くため、高校であれば大学行くため、大学ではまあ卒業免除を取っていい企業に入るためっていう感じで、そのなんていうかそのまあ本来の教育であればそのまあ大学に入ってからそのいろいろな学問を結構トータル的相対的に学ぶのかなっていう傾向があるかもしれないですけど、けどまあ現状としては大学入ってもまあ学生たちはもう受験を突破したからもう遊んでがまあ単位が取れればいいやっていうようなぐらいな認識の学生さんも、まあ、全員ではないですけどちょっとそういう風潮もあるように、まあ、そのやっぱりそのまあやはり生き方っていうのが今の教育では全然教えてないと思うんですよ。やっぱりそういう部分っていうのがその、まあ、もちろんまあ、生き方以外にも、まあ、そういう例えばテストを突破する知識だったりとか、まあそのまあ、技術的な方法論的な知識っていうのも重要だと思うんです、まあ、ですけどやっぱりその、まあ、今もうその今の、まあ、20世紀の状況を考えるとやっぱりどういう生き方が求められるのかなというか、まあ、もちろんそれはただただ社会の期待に応えるだけっていうだけじゃなくて、まあ、やっぱりどういう生き方をすることがその、まあ、自分自身を幸福にするのか、また社会もより良くしていくのかというか、まあ、そういう内容っていうのがやはり今の時代かなり考える必要があると思うんです。まあ、そこで、まあ、ちょっと今生き方のことはちょっと多少細かくお伝えしましたけど、まあ、そのこの3つの環境と自己啓発と生き方ということでお伝えしていきます。まあ、そこでちょっと、まあ、今生き方に関してはある程度ちょっと若干触れた部分もあるんですけど、まあ、まずその最初の環境問題のことについてもちょっともうちょっと詳細はその後ほどの後日の番組でお伝えさせていただくんですけど、今日もちょっとそのもうちょっと細かいトピックについてお伝えしようと思います。そこでまあまあこの前の放送で私が今山梨に週3行って太陽光パネルの施工の技術を働きながら身につけているということはお伝えしましたが、まあ、そういうところでその、まあ、環境問題というとやっぱり DIY、まあ、自分でできることは自分でやろう、まあ、Do it yourself という、まあ、英語ですけど、まあまあ、そういう発想でやっぱりその、まあ、これからの時代はやっぱり新エネルギーというのをまあ、地域で市民が自分たちで起業したいとか、まあ、そういうエネルギー供給をみんなと共同で地域でしていったりっていう、やっぱりそういうことが求められるし、またそれがすごくやっぱり地域活性があったりとか生きがいだったりということにもつながってくると思うんです。まあ、そこのところで、まあ、そういう、まあ、私は今太陽光パネルの施工の技術を学んでいるので、ちょっとそういうことに関しても若干ちょっとお伝えさせてもらえたらなと思います。それとあと、まあ、私が今環境問題っていうのを私は結構大学時代に まあ、環境問題の勉強して卒論でもそういった環境運動と、まあ、市民運動と政策がどう連なっていくかという変遷を卒論のテーマとして書かせてもらったんですけど、まあ、そういうところで環境問題の歴史を見ていくとやはりそのもちろん経済っていうことがやっぱり環境問題とはすごくその切っても切れないというか、それと合わせ持って考えていかなくちゃいけないテーマなんですけど、まあ、そこでそのやっぱり経済学と金融っていうのがやっぱりすごくそのやっぱり環境問題を考える上ではすごく重要なトピックだと思うんです。そのまあ、環境経済学っていうものがその割と
もう20年前ぐらいから確立されてというか、ずっと研究されて、いろいろ環境税だったりとか、いろいろその南北問題への、取り組みだったりとか、いろいろ共有地って言われるような入り里山だったりとか、そのみんなが共有で管理する土地の、あり方、経済学的な視点からのあり方ですけど、そういったものについて結構研究されてきました。それとあと今21世紀になって、やっぱりその金融っていうことがそのやっぱり本当にその例えば原発、例えば本当に新エネルギーの普及、いろいろなそのやっぱりもっと深く言えば温暖化だったりとか、本当南北問題だったりとか、そのいろいろな資本主義の矛盾きしみというか、そういったことを考える上においても、もう本当にその金融の在り方っていうのがやっぱりもう避けても通れない道だと思うんです。私はそこでそのやっぱり環境と金融っていうのがどういうふうに本来あるべきなのかっていうか、もちろんそれはただの解雇という意味ではなくて、そのこれからどういう環境と金融のシステムを作っていくべきなのかということに関して、ちょっと私は結構そこに興味がありまして、そういったことに関してもちょっと勉強した内容というのをお伝えさせていただけたらなと思います。それとともにやはり政治っていうものもやっぱりその環境問題を考える上ではやっぱり重要なトピックだと思うんです。例えば日本は環境技術は本当に世界でトップクラスですよ。本当に例えば温暖化というより、例えば公害防止装置だったりとか、太陽光の市エネルギーの技術に関しても本当にトップランカーというかもうそういう技術力においてはすごく進んだ国だと思います。ですけどやっぱり政治が、日本はなかなかそれを制度化できないというか、普及をすることをなかなか促進できていないというか、全くできてないわけではないですけど、やっぱり例えばヨーロッパなどと見ると、アメリカのある種いろいろな種を見ていくと、やはりだいぶ制度的に政治が あるべき法律だったりとか制度を作ることができていないということは、言わざるを得ないと思います。そういったところでそのやはりその環境政治っていうものがやっぱりどうあるべきなのか、またそうどう作っていくかというか、そういうことも合わせてというか、お伝えさせていただきたいと思います。そうですね、環境問題に関しては、そこでトータル的に言えばやはり持続可能な社会を作っていくということはどうしたらいいのかということに関しても、本質、そこがある意味本質ですけど、なんていうかやっぱりそこを考えていきたいというか、私なりにちょっと学んできたりとか実践してきたということもお伝えしたいと思います。それと2つ目の内容ですけど、先ほども若干お伝えしましたけど、やはりその自己啓発というか、そういう厳しい時代をやっぱりどういうふうに生き抜いていくかっていうか、そのやっぱりその例えば非正規の問題、未婚化の問題、少子化の問題、これからの例えば無縁社会だったりとか、老後の不安だったりとか、もう結構もう昭和30年代40年代のようなもうイケイケの日本は、これからは現実的にはあまりそういうあり方っていうのは正直に申しまして、そんな簡単ではないと思うんです。やはりそこでその大変になっていく中でどうそれをハッピーにというか、どう前向きにというか、そう過ごしていくか、働いていくか、生活していくかっていうことはやっぱりかなりその必要なのではないかなと思っています。そこで例えばメンタル的な知識だったりとか、あと例えば自己啓発的な成功哲学って呼ばれるようなジャンルもありますし、例えば他にも今であればやっぱり IT を使ってノマドって
言われるような自営業をするあり方だったりとか、まあ、そういう、まあ、ビジネス的な、まあ、側面からもというか、そういう、まあ、いわゆる心理学だったりとか、やっぱりそのビジネス書だったりとか、まあ、自己啓発的な、まあ、成功哲学と呼ばれるようなそういうものだったりとか、まあ、一部例えばその、まあ、私は別にその無神論者なんですけど、まあ、やっぱり宗教書が言うことっていうのもやっぱりすごくこの生きづらい時代にやっぱりその、まあ、やっぱり生きる指針になるかなと思うんで、そういう点もお伝えさせてもらえたらと思いますけど、別にまあ宗教の勧誘とかそういう話ではないので、まあ、神がこうだとか仏がどうだってそういう話ではないんですけど、けどまあやっぱりその宗教で全般的に説かれている内容っていうのはやはり、まあ、やっぱり人類普遍の悩みに対してある程度効果的な処方箋というか生き方の指針になることも伝えていると思います。まあそうですね、まあそれとあと3つ目のまあ生き方の部分なんですけど、まあまあそこの点に関しましては、私はいろいろ例えば松下幸之助さんだったりとか、まあ江戸時代の幕末に吉田松陰だったりとか、まあ江戸時代に農村復興した二宮尊徳だったりとか、まあ、それ以外にも例えば西洋で、まあ、心理学を実質的に始めたフロイトだったりとか、まあまあ、16世紀ぐらいに哲学者として、まあ、近代合理主義というか、まあ、その産業革命を引き起こす大きな原因になる思想を作った哲学者デカルトだったりとか、まあ、それ以外にも例えばまあ、安岡正弘さんって昭和時代に教育者としてまたいろいろ政治だったりとか経済界の主にリーダーですけど、まあ、幅広い人たちに生き方を指導してた方の考えだったりとか、まあ、そういったことなどにも触れながら、やっぱりまあそのまあやっぱり生き方っていうのはやっぱり時代時代によって求められるあり方っていうのは異なるとは思うんです。まあ、例えば江戸時代に求められた生き方と、まあ、現代に求められる生き方が全くイコールではないとは思うんですけど、ですけど、まあ、やっぱりそういういろいろ各時代各時代で、まあ、難しい時代っていうのは常にあったわけで、やっぱりそういう時にどういう生き方をしてくることによって今まで社会人間のまあ、生活だったりとか人生だったりとかビジネスだったりとかそういったことが乗り越えてきたのかということは、やはりやっぱりまあその根底にはやっぱり生き方だったりとかやっぱり教育っていうかやっぱりそういう部分っていうのがやっぱり不可欠だと思いますので、やっぱりそういうところで今のまあ例えばまあそのマネー資本主義の経済資本主義の行き詰まり、やっぱり環境問題原発、まあ、少子高齢化、日本の1000兆円の借金だったりとか、やっぱりそういう状況の中でやっぱりどういうあり方というかどういう生き方がやっぱり求められていくのかということを、まあ、別に私が答えをバンとお伝えするっていうよりも、まあ、ちょっと情報を伝えてその皆様に考えてもらう機会を提供できたらと思うんですけど、まあ、そういったところでその、まあまあ、あるべき生き方というかそういうことに関してもお伝えして考えていけたらと思います。まあそうですね、まあそこであとまあプラスアルファ的に全般的に今環境と自己啓発と生き方ということで3トピックでお伝えしていくと言いましたけど、まあその全体的に網羅する内容として結構私は割と勉強とか本を読むのは結構好きな方なんですよ。それで割と、まあ、大学は歴史学を専攻していたということもありますし、まあ、まあありますしというか、まあ、そういうこともあったんですけど、まあやはりまあいろいろ歴史
などからやっぱり、まあ、学んで現代にそれをどう生かしていくかっていうか、まあ、そういうあの発想も持って、あのいろいろそういう環境自己啓発生き方の内容についてあのお伝えさせていただきたいと思ってます。まあ、あのそこで、まあ、まあ大体あのそういう感じで、あのまあ、あのこの3トピックであのお伝えしていきますので、あの、まあ、ぜひあのまた来月もあの見ていただけたらなと思います。まあ、じゃあそういう形であの本日は以上、これからの番組の紹介といたしますので、じゃあどうもありがとうございました。
代表いたしまして全国空襲連運営委員長の星野博さんにご挨拶をお願いいたします。ご紹介をいただきました、星野です。いつも弁解するんですが、生体の治療をやっておりまして非常に、聞きづらいと思いますがご勘弁願いたいと思います。本日はウィークデーで猛暑の中私たちのこの集会にお集まりいただきまして心から御礼申し上げます。ありがとうございます。私たちは特に私個人として退職してちょうど20年目になります。私が退職した時に東京都に行って東京の空襲で死んだ人の名前は何名分かってますかって聞いたら3930名ですと答えましてびっくりしました。これ堂々と 3つの課長が出てきたんですよ。それであまりの凄さにすぐそこでその事実を書いてあの都庁の2階の、マスコミに全部連絡をいたしました。今1999年に東京都も大きな都民運動のもとやむなく指名教育に着手しました。ところが昨年末で東京で、8万150名の空襲死者の氏名が記録されるやればできんです。そしてその人々がこの地球上に生きていたことを後世にしっかりと伝えることができる。このことを私たちはこの20年間の活動でしっかりと学ぶことができます。一昨日の朝日新聞に、愛知県それから名古屋市が共同して国が市議、自治体に県に要求していた資料センターが来年の8月に完成することになって今準備中ですとこう言いました。全国にそういう影響を与えているんですね。大阪も氏名記録やりました。そして沖縄も準備、広島、長崎、そして今東京と同じように悲惨な空襲の体験をした、神戸が氏名記録を始めます。そうなりますと大きな空襲を受けたところ全部資料館を持つ東京はないんですよ。首都東京はないんです。こんなアンバランスをなくしてそして公平に空襲の真実が後世に伝え今私たちは自らの人権、人間としての尊厳をしっかりと国は守ってくださいって要求しています。何しろ軍事軍属にはせん今言われてるだけで50円国のお金を使って保障をやってる。私たちはこれに反対してるわけであります。空襲の民間人は一銭ももらっておらず一銭も使っておりません。
こんな不公平はないじゃないですか。こういう差別、民間人だからといってその亡くなった人々、怪我を負った人々、孤児として本当に死の思いで生き抜いてきたこういう人々に温かい激励の言葉、そして医療費でもわずかでも補ってやる、こういう思いがあってしかるべきだというふうに思っています。私たちは最高裁の判決で残念で無念ですが、国は一方的に我々の裁判を門前払い、棄却決定をしました。しかし黙ってるわけにはいけません。今皆さんがの力を借りて、さらに一層世論を疑う、そうして国に法律を作らせて民間人の差別、この不条理を正す、この政治制度、政治の制度過ちを正しく、今の憲法に基づいて民主的で公平な措置をするように要求して戦っております。今日のこの集会が、この戦後初めて行った大規模な集団提訴に対する怒りと、そしてこの力を立法化に向けて結集しよう、このスタートを示したい、このように私たちは考えております。どうか皆さん方の変わらぬお力添え、一層のお力添えを心からお願いいたしまして、本日集会の主催の趣旨の説明させていただきます。どうもありがとうございます。続きまして、全国空襲連共同代表の中山武俊弁護士より呼びかけを行わせていただきます。中山でございます。今日は、終戦、69回目の日にこの集会が打たれています。日本国に310万人、アジアで、2000万人の尊い犠牲が出たアジア太平洋戦争を経て憲法が制定されましたけども、憲法はその前文で政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、この憲法を確定すると謳っております。戦後日本の政府の第一の政策は、本来ならば内外の戦争被害者に対する誠意ある謝罪と、そして補償をしなければならなかったです。ところが先ほど星野運営委員長からもありましたように、軍人軍属には53兆円、54兆円、55兆円からの補償をしながら、民間人空襲被害者は切りして、また外国人の被害者に対しても一切排除すると、このような戦後補償政策をずっと続けております。戦後補償、戦争被災の国際的な原則は、国の中にあっては軍人軍属と民間人を区別しないと、内外人平等主義ですね、国内平等主義、それと外国人もその国の国民も国籍によって差別しないと、内外人平等主義、これが原則なんですね。ところが日本政府は誤った政策を一貫して続けております。先ほど休日祭の方の訴え、安野さんの訴え、京香さんの訴え、それからビデオの吉田さんの訴えもありましたけども、この戦争被害者の訴えですね、それをぜひ受け止めてもらいたいんですね。ちょっとさっきテレビのビデオでも出てましたけども、今日ももう90歳、80歳になられるですね、金田さんがこの会場にもおいでになってますけども、金田さんも9歳の時ですね、
お父さんも3歳の時に亡くなられて、そしてお母さん、お姉さん、妹さんが亡くなって、一人に小さい子になられたんですね。そして親戚の家に預けられるんですけども、もう中学校の時にですね、肺結核になったけども、病院にも、お医者にも行けなかったと。そして23歳で栄養失調でですね、一つの目が失われるんですね。もう何回も自殺を考えたと。他の人たちも戦災孤児ですがそうなんだと。そして15万人からの戦災孤児が出ていると。戦災孤児はですね、餓死、凍死、自殺、そしてまたですね、孤児狩りで捨てられたりですね、そういった親がないのがどんな大変な生活をしてきたのかと。そのために自分はですね、そのことを訴えたいために裁判に決意したんだと。東京大学市の裁判に決意したんだと。お金が問題じゃないんだと法廷で訴えられたんですね。そういった訴えがあったからですね、第一審東京地裁はですね、最高裁の戦争被害人論を認定できなくてですね、原告らの受けた被害は計り知れないものだと。これは立法を通じてですね、国会で解決すべき問題というのを打ち出したんですね。この部分は東京高裁判決も引用してるんですね。だから今日国会議員の先生もおいでになってますけどですね、憲法は国会はその国の最高機関であって唯一の立法機関を定めてるんですね。ぜひですね、もう早期にですね、議員連盟を再開してもらいたいと。そして本気でですね、この空襲被害者援護法案の成立にですね、動いていただきたいということを訴えたんですね。今本当にですね、多くの人がですね、戦争の再び危険性とですね、平和を脅かされるんじゃないかという不安を持っていらっしゃるんですね。この援護法制定を求める運動はですね、未来の平和にも関わるですね、意義ある僕は運動だと確信しています。多くの人たちの結局は世論がですね、どれだけこの運動を支持するかかっておると思います。100万人今署名を取り組んでてですね、28万人集まってます。来年の3月6日は浅草東海道でですね、1200人規模の集会を予定してですね、それと合わせて国会にですね、立法会の署名を提出していくと。それからあと地方議会のですね、決議も意見書、これも重ねていくということを方針として出してます。ぜひ多くの皆さんのですね、支援を訴えて呼びかけとしてあります。一緒に頑張っていきましょう。今日はこのお暑い中、国会議員あるいは政党の皆さんがご参加いただいております。同時に各会各団体の皆さんからもご出席をいただいております。大変恐れ入りますが、国会議員の皆様、それから政党の代表の皆様、また各会各団体から発言をいただく皆様、ご登壇いただけますでしょうか。恐れ入ります。恐縮でございます。それではご挨拶をいただきたいと思います。ここの会場にお付きになった順番でご挨拶をいただきたいと思いますので、ご挨拶いただきたいと思います。最初に新社会党中央本部書記長長波博邦様、お願いいたします。ご紹介をいただきました新社会党本部で書記長をしております長波博邦と申します。大体私は会議の始まるベルが鳴るとともに現れるんですが、たまたま今日は一番についてしまいまして、最初に挨拶をさせていただく礼をいただきました。この4周年の集いに国会議員のいない今、私たち新社会党もお招きいただきまして、ご挨拶をさせていただく機会をいただきまして、心から感謝を申し上げます。
私は千葉県野田市で、市会議員を29年目務めております。千葉県野田市は川一つ隔てますと埼玉県、そしてすぐ東京でございますので、あの大空襲の時に私ども野田市に疎開をされてきた方が大勢いらっしゃいました。またそういう方が私の先輩議員として議会で務めました。女性の議員でしたが、ことあるごとに大空襲の悲惨な状況、決して二度と戦争を起こさせてはいけないということを議会の場で訴えていらっしゃいました。また私は茨城県水戸市の出身でございます。水戸市も昭和20年の8月2日もっと早く戦争終結に導けば合わなかったであろう空襲を受けました。300名以上が亡くなり、市のシンボルであったお城も焼失してしまいました。なぜ水戸市が空襲を受けたのか、それはお隣日立には日立製作所がありました。ご承知のように軍需工場でございます。水戸市は日立市に常磐線を使って勤めに行く市民が大勢住んでいた。だからこの常磐線、そして水戸市をやっつけてしまえというのが、まあ、アメリカ軍の考え方だったというふうに思います。もとより私はまだ生まれておりません。この水戸の空襲の半月ほど前、艦砲射撃を水戸は受けました。私の母は生きていれば現在89歳でございますが、私が小さい頃、私の母は未婚のまだ娘だったわけですけども、水戸の海中港というところで網元の娘として育っていました。その時の艦砲射撃の恐ろしさを私に何度も語ってくれました。二度と戦争を起こさせてはならない。しかし今また新しい戦前かのようなきな臭い動きがひひひしと足早に迫ってきているというふうに思います。私も不勉強でございました。軍人軍属には50兆円以上もの保証している。しかし第一次世界大戦からもう前線も銃後もない総力戦の中で、前線だけを叩くんでは戦争に勝てないということで、この銃後ここを叩く、こういう形が戦術と残念ながらなってしまいました。まさに法の下の平等、これに戻る大空襲の被害者には一切の保障がされていない、とんでもないことだと思います。私たち新社会とは現在国会に議席を持っておりませんが、あちこちの自治体に議員を持っております。自治体議会として、空襲被害者援護法、これを早く立法化しろという意見書運動ができます。議員がいなくても自治体議会に同じ趣旨の陳情をさせることができます。各地で署名運動をすることができます。そういう意味で共に皆さんと共に戦うことを改めてお誓い申し上げまして、連帯のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。最初に申し上げればよかったんですが、恐れ入りますが3分で申し訳ございません。それでは続きまして、日本共産党田村智子参議院議員、お願いいたします。全国の空襲被害者の皆さんが裁判を戦い、そして連絡協議会を作り、空襲被害者の援護法をと求めてこられた、超党派の議員を動かしてこられた、まず心から敬意を表したいと思います。私も来年の戦後70周年に向けても、改めて空襲被害者の皆さんのその援護の合理が必要だ、そのために超党派の議員の皆さんや会場お集まりの皆さんとも大いに力を合わせ、知恵も尽くして取り組んでいく、その決意をまず述べたいと思います。この法律がなぜ必要か、私自身もですね、国会で何度か取り上げてきました。
一昨年厚生労働委員会では空襲の被害について政府はどこまで調査をし記録しているのかという質問をしましたが、これはやってないどころか担当する部署もありません。総務省が戦争の追悼行事に絡めて追悼記念式典に総務省の職員を送り出すときに、そこの地域に残っている戦災の記録をコピーを取ってくるぐらいの活動しかしていないということは分かりました。このままでは一体日本でどれだけの民間人の犠牲者があったのか、日本の政府として正式な記録を残すこともできなくなってしまいます。そしてもう一つ、やはり戦争を推し進め、それがゆえにアジアと日本で多大な犠牲をもたらした政治の責任がこのままでは曖昧になってしまうということです。今年5月の決裁委員会で取り上げましたのは、大阪の空襲の裁判で取り上げられた防空法の問題です。逃げるな、火を消せ、これが徹底されて国民の皆さんの中に行き渡らされた。それがために自分の家から逃げ出すことが多くの国民は許されませんでした。子供だけがたくさん生き残った、なぜか大人は火を消すことが義務付けられていて、子供だけを先に逃がした。それがために多くの戦争孤児を生み出してしまった。焼夷弾は手で掴んで捨てれば大丈夫だ、こんなことが新聞を通じて政府によって軍部によって国民に徹底をされていた。こうした政治の責任を今こそ明確にしなければならないと考えるからです。過去の戦争への政治の責任、これに無反省な政府はこれからも戦争に対して無反省で戦争に突き進むような政治をやりかねません。現に今の安倍内閣は集団的自衛権の行使容認へと踏み込んでいます。だからこそ皆さんと一緒に今一度戦争の責任を明らかにせよ、その犠牲の責任を問う援護法を作れと一緒に求めていきたいと思います。支援の力も本当にいることだと思います。超党派で国民の皆さんと力合って頑張る決意を再び申し上げまして挨拶いたします。ご一緒に頑張りましょう。続きまして、緑の党の菅野敦子様、お願いいたします。こんにちは。今日はこの場での発言をさせていただきましてありがとうございます。緑の党グリーンズジャパンの副運営委員長、東京都本部の共同代表をしております菅野敦子と申します。緑の党は昨年の参議院選挙、比例区に10人の候補者を立てて挑戦しましたが、残念ながら議席を得ることはできませんでした。私たちは全国で平和や環境や人権や市民自治を求めて活動する無所属の市民派の地方議員約60名、私も昨年まで小金井市議会で議員を16年間務めておりました。またさまざまな市民運動に取り組む仲間たちで、これまで何年もかけて日本にも新しい市民発の政党を作りたいと取り組んできました。そして昨年の参議院選挙、10人の候補者のうちの1人、ミュージシャンの三宅洋平さんが選挙フェスという本当に心に直接響くような選挙運動を全国で展開したことで、今若い人たちの中で政治に取り組もうという方たちがじわじわと名乗りを上げています。私たちは来年の統一選でぜひ勢力をさらに拡大し、そして次の国政に向けてより多くの皆さんと連携しながら新しい政治を作っていくために頑張っていきたいと思っています。緑の党の大きな特徴として国際的なネットワークがあります。世界の90の国や地域に同じように緑の党として活動する仲間たちがいます。フランスやドイツのように主要政党として政権にも参加しているところもあれば、ラテンアメリカやアジアのように一部の地域では金権政治や軍事政権の中で命がけで頑張っている仲間もいます。そういった国際的なネットワークの中で見えてくるというものは大変大きくあると思っています。この戦後保障の問題にしても、先ほど中山先生からのお話もありましたが、ヨーロッパでは誰にとっても同じような戦後保障、軍属や軍人と民間人を隔てなく一人一人を保障する形が実現しています。これができていない日本のこの今の政治、国の犯したというものが際立ってきます。また先日私たちは、緑の政策フォーラムというものを開きまして、そこで前広島市長の秋葉忠俊さんのお話をいただきました。秋葉さんは核抑止力、これは核兵器ではない、
語り部として被害を語り継いできた被爆者こそが核抑止力であったとお話をされました。この戦後補償の問題においても本当に大変なことだと思いますが、この空襲被害者、その被害者の皆さんが声を上げてくださるということが、今のこの日本の状況の中で秘密保護法や集団的自衛権の行使容認が強行されようというような、こういった中で本当に大きな力を持つ、それを押しとどめていく力になるものと思っています。また自然災害に対する公的援護制度、これは阪神・淡路大震災の被害当事者の方、そして亡くなられた小田誠さんをはじめとする市民運動がしっかりと取り組んだことで実現してきました。この今回のこの空襲被害者の援護制度につきましても、高齢になられて本当に大変な被害者当事者の皆さんをしっかりと市民運動がサポートする中で実現をさせていくことが必要だと思っています。私たちは市民運動から生まれた市民の党として、より多くの皆さんと連携しながら署名活動に取り組み、そして地方議会からの意見書運動などしっかりと取り組んでいきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、社民党副党首、福島瑞穂参議院議員、お願いいたします。どうも皆さんこんにちは。社民党の参議院議員、福島瑞穂です。8月15日、69回目の終戦記念日、このような会にで発言させていただくことに、心から感謝と敬意を申し上げます。また全国で空襲被害に関して裁判を起こし、そしてその中で被害の証言をし、そして大きな立法を作ろうと、日夜本当に頑張ってらっしゃる皆さんに心から敬意を申し上げます。そして先ほど星野さん、中山さんから話がありました。何としても国会の中で超党派で立法しようと今頑張っているところです。私も本日超党派で議員連盟もう一度再開をして、そして立法を作るぞという決意を申し上げたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。私は戦争や平和には、皆さんたちもそう、皆さんと同じようにすごく強い思いがあります。私は父が特攻隊の生き残りで、高校卒業するときにみんなが寄せ書きをした日章旗の大きな旗が、父が亡くなったのは、7年前なんですが、その1年後にアメリカから戻ってきました。どれだけの命を取り奪おうとしたのか、戦後というか父は命を失うことがなかったので、戦後結婚して姉と私が生まれました。8月15日は私はまた格別の思いがあるんですが、12時のサイレンの時に父はよく泣いていました。私はすっごい怖くて、父に、寄れないというかですね、とにかく父の体験を聞くことがほとんどできないで、父は亡くなってしまいました。ですから今日、終戦の日、改めて戦争反対、そして戦争被害者に対してきちっと補償せよということを皆さんたちと一緒にやっていきたいと思っております。先ほどからもありました、国会の中でもずっと委員会で厚生労働委員会をはじめ追及をしてきました。軍人軍属には55兆円、しかし空襲被害者には0円、そして内外人平等原則が一つの基準なのに、外国人に対することは全て、無視してやってきました。少しずつですが、例えば、中国からの、帰ってくる残留孤児、残留邦人の皆さんの問題、そして額は少ないけれども、こんなのおかしいじゃないか、平等原則に反すると少しは実現したシベリア抑留者の問題、しかし空襲の人たちのこの被害と、そして外国人の問題は私たちは国会で解決をしておりません。国会の中で今までいろいろ質問したりしてきました。例えばご存知の通り、この東京大空襲などは国際法違反だと日本政府は直後に抗議することをやっております。そこまでやっていながら、なぜ被害の救済をしていないのか、国会の中で超党派で議員連盟再開し法律を作ることに頑張ると同時に、本当にあの空襲は何だったのか、一つ一つの被害や問題点をしっかりやっていきたいと思っています。で、二つ目ですが、
私は皆さんたちが先ほどの VTR もそうですが、こうやってやっていただいたことがやはり戦争を食い止めてきたと本当に思っております。孤児という言い方がよく分かりますが、戦争で、一人ぼっちになった子どもたちが戦後なんか非常に隔離されたり管理されたり、いろいろした写真なども見て、本当に語られてない戦後がこれほどまでにあるのかというふうにも思っております。イラク戦争があった時、先ほども大阪空襲の原告から話がありました。イラク戦争の時テレビはピョンピョンと飛ぶいろんなミサイルは本当に映すけれども、じゃあその元で亡くなる普通の人のことをどれだけ報道しているのか。第一次世界大戦後、軍人軍属よりも市民が圧倒的にたくさん亡くなっています。だから。どうもこんにちは、小林信明です。今回2回目の放送なんですけど、番組名は厳しい時代をエコで生き抜こうということで、お伝えさせてもらいます。前回は自分が今やってることだったりとか、今までの自分の経緯と、そのやりたいことっていうことをお伝えさせてもらいました。そこで今回の放送では、これから私が今回この番組で放送を担当させていただきますので、その私が大体伝えていきたいということに関して簡単に触れさせてお伝えさせてもらいたいと思います。そこで私がこの何度も言うようですけど、厳しい時代をエコで生き抜こうというタイトルをつけたその、番組の内容としましては、まず3つあるんです。1つは、環境問題全般に関してっていうことをお伝えさせてもらおうと思います。そして2つ目が、今やはり例えば自殺者の方が3万人近く、超えてたりとか、それに近い方が毎年亡くなっているように、やはり日本社会というのは必ずしも生きやすい社会ではないと思うんですね。そこで、やっぱりそのいろいろな人生 の、悩み、問題、苦しみ、そういったものをどう乗り越えてというか、それをうまく克服してというか、
まあ、そういう方法論ですね、まあ、いわゆる自己啓発的なあの内容についてもお伝えさせていただきたいと思います。それとあと、まあ、3つ目にあの私が考えていることというのがあの、まあ、あの生き方ということなんですけど、まあ、そういうとすごくなんていうかあのちょっとうさんくさく聞こえちゃうかもしれないですけど、あの、まあ、やはりその今の私が思うにはですけど、まあ、その今の教育っていうのはやはり本当にその小学校であれば中学校に上がるため、中学校であれば高校行くため、高校であれば大学行くため、大学ではまあ卒業免除を取っていい企業に入るためっていう感じで、そのなんていうかそのまあ本来の教育であればそのまあ大学に入ってからそのいろいろな学問を結構トータル的相対的に学ぶのかなっていう傾向があるかもしれないですけど、けどまあ現状としては大学入ってもまあ学生たちはもう受験を突破したからあのもう遊んでがまあ単位が取れればいいやっていうようなぐらいな認識の学生さんもまあ全員ではないですけど、ちょっとそういう風潮もあるように、まあそのやっぱりそのまあやはり生き方っていうのは今の教育では全然教えてないと思うんですよ。やっぱりそういう部分っていうのはそのまあもちろんあのまあ生き方以外にもまあそういう例えばあのテストを突破する知識だったりとか、まあそのまあ技術的なあの方法論的な知識っていうのも重要だと思うんです。まあですけど、けどやっぱりそのまあ今もうその今の、まあ、21世紀の状況を考えると、やっぱりどういう生き方が求められるのかなというか、まあ、もちろんそれはただただ社会の期待に応えるだけっていうだけじゃなくて、まあ、やっぱりどういう生き方をすることがその、まあ、自分自身を幸福にするのか、また社会もあのより良くしていくのかというか、まあ、そういうあの内容っていうのがあのやはり今の時代あのかなりあの考える必要があると思うんです。あそこで、まあ、ちょっと今生き方のことはちょっとあの多少細かくあのお伝えしましたけど、まあ、そのこの、3つの環境と自己啓発と生き方ということであのお伝えしていきます。あの、まあそこであのちょっと、まあ、今生き方に関してはあのある程度あのちょっと若干触れた部分もあるんですけど、あのまあまずその最初の環境問題のことについてもちょっとあのもうちょっとあの詳細はその後ほどの後日の番組でお伝えさせていただくんですけど、あの今日もちょっとそのもうちょっと細かいトピックについてあのお伝えしようと思います。あのそこであのまああのまあこの前の放送で私が今山梨に週3行ってあの太陽光パネルの施工の技術を働きながら身につけているということはあのお伝えしましたが、あの、まあ、そういうところでその、まあ、環境問題というとやっぱり DIY、まあ、自分でできることは自分でやろう、まあ、Do it yourself という、まあ、英語ですけど、あの、まあ、あの、まあ、そういうあの発想でやっぱりその、まあ、これからの時代はやっぱり新エネルギーというのをまあ、あの地域で市民が自分たちであの起業したいとか、あの、まあ、そういうエネルギー供給をみんなと共同であの地域でしていったいっていう、やっぱりそういうことがあの求められるし、またそれがすごくやっぱり地域活性化だったりとか生きがいだったりということにもつながってくると思うんです。あの、まあ、そこのところであの、まあ、そういう、まあ、私は今太陽光パネルの施工の技術を学んでいるので、ちょっとそういうことに関してもあの若干ちょっとお伝えさせてもらえたらなと思います。それとあのあと、まあ、私があの今環境問題っていうのを私は結構大学時代にあの、まあ、環境問題の勉強して、あの卒論でもそういった環境運動と、まあ、市民運動と政策がどう連なっていくかという変遷を卒論のテーマとして書かせてもらったんですけど、あの、まあ、そういうところで環境問題の歴史を見ていくと、あのやはりそのもちろん経済っていうことがやっぱり環境問題とはすごくその切っても切れないというか、
そういう合わせ持って考えていかなくちゃいけないテーマなんですけど、まあそこでそのやっぱり経済学と金融っていうのがやっぱりすごくそのやっぱり環境問題を考える上ではすごく重要なトピックだと思うんです。そのまあ環境経済学っていうものがその割とまあもう20年前ぐらいから確立されてというか、まあ、ずっと研究されて、いろいろ環境税だったりとか、いろいろその南北問題への、取り組みだったりとか、いろいろ、共有地って言われるような入り、里山だったりとか、そのみんなが共有で管理する土地の、まあ、在り方、まあ、経済学的な視点からの在り方ですけど、まあ、そういったものについて結構研究されてきました。まあ、それとあとそのまあ、今21世紀になって、まあ、やっぱりその金融っていうことがそのやっぱり本当にその例えば原発、例えば本当に新エネルギーの普及、いろいろなそのやっぱりもっと深く言えば温暖化だったりとか本当南北問題だったりとか、そのいろいろな資本主義の矛盾きしみというか、まあ、そういったことを考える上においてももう本当にその金融の在り方っていうのがやっぱりもう避けても通れない道だと思うんです。私はそこでそのやっぱり環境と金融っていうのはどういうふうに本来あるべきなのかっていうか、もちろんそれはただの解雇という意味ではなくて、そのこれからどういう環境と金融のシステムを作っていくべきなのかということに関してちょっと私は結構そこに興味がありまして、まあそういったことに関してもちょっと勉強した内容というのをお伝えさせていただけたらなと思います。まあまあ、それとともにまあ、やはり政治っていうものもやっぱりその環境問題を考える上ではやっぱり重要なトピックだと思うんです。その、まあ、例えば日本は環境技術は本当に世界でトップクラスですよ。本当に例えば温暖化というのは、例えば公害防止装置だったりとか太陽光の新エネルギーの技術に関しても本当にトップランカーというかもうそういう技術力においてはすごく進んだ国だと思います。ですけどやっぱり政治が日本はなかなかそれを制度化できないというか、普及をすることをなかなか促進できていないというか、まあ、全くできてないわけではないですけど、ですけどやっぱりまあ例えばヨーロッパなどと見るとアメリカものある種いろいろな種を見ていくと、やはりだいぶ制度的に政治があるべき法律だったりとか制度を作ることができていないということは、まあ、言わざるを得ないと思います。まあ、そういったところでそのやはりその環境政治っていうものがやっぱりどうあるべきなのか、また、まあ、そうどう作っていくかというか、まあ、そういうことも合わせてというか、まあ、お伝えさせていただきたいと思います。まあまあ、そうですね、まあ、環境問題に関しては、まあ、そこでトータル的に言えばやはりまあ持続可能な社会を作っていくということはどうしたらいいのかということに関しても、まあ、本質、そこがある意味本質ですけど、まあ、なんていうかやっぱりまあそこをまあ、考えていきたいというか、まあ、私なりにちょっと学んできたりとか実践してきたということもお伝えしたいと思います。まあ、それと2つ目の内容ですけど、まあ、先ほども若干お伝えしましたけど、やはりその、まあ、まあ自己啓発というか、まあ、そういう厳しい時代をやっぱりどういうふうに生き抜いていくかっていうか、そのやっぱりそのまあ例えば非正規の問題、未婚化の問題、少子化の問題、まあ、これからの例えば無縁社会だったりとか老後の不安だったりとか、もう結構もう昭和30年代40年代のようなもうイケイケの日本はこれからは現実的にはあまりそういう在り方っていうのは、まあ、まあ正直に申しましてそんな簡単ではないと思うんです。まあやはりまあそこでまあその大変になっていく中でどうそれをハッピーにというかどう前向きにというか、そうまあ過ごしていくか働いていくか生活していくかっていうことはやっぱりかなりそのまあ必要なのではないかなと思ってます。まあそこで例えばメンタル
的な知識だったりとか、あと、まあ、例えば自己啓発的な、まあ、成功哲学って呼ばれるようなあのジャンルもありますし、まああのまあ、例えば他にも今であればやっぱり IT を使ってノマドって呼ばれるような自営業をするあり方だったりとか、まあ、そういう、まあ、ビジネス的な、まあ、側面からもというか、そういう、まあ、いわゆる心理学だったりとか、やっぱりそのビジネス書だったりとか、まあ、自己啓発的な、まあ、成功哲学と呼ばれるようなそういうものだったりとか、まあ、一部例えばその、まあ、私は別にその無神論者なんですけど、まあ、やっぱり宗教書が言うことっていうのもやっぱりすごくこの生きづらい時代にやっぱりその、まあ、やっぱり生きる指針になるかなと思うんで、そういう点もお伝えさせてもらえたらと思いますけど、別にまあ宗教の勧誘とかそういう話ではないので、まあ、神がこうだとか仏がどうだってそういう話ではないんですけど、けどまあやっぱりその宗教で全般的に説かれている内容っていうのはやはり、まあ、やっぱり人類普遍の悩みに対してある程度効果的な処方箋というか生き方の指針になることも伝えていると思います。まあそうですね、まあ、それとあと3つ目 の、まあ、生き方の部分なんですけど、まあまあそこの点に関しましては、私はいろいろ例えば松下幸之助さんだったりとか、まあ江戸時代の幕末に吉田松陰だったりとか、まあ江戸時代に農村復興した二宮尊徳だったりとか、まあ、それ以外にも例えば西洋で、まあ、心理学を実質的に始めたフロイトだったりとか、まあまあ、16世紀ぐらいに哲学者として、まあ近代合理主義というか、まあ、その産業革命を引き起こす大きな原因になる思想を作った哲学者デカルトだったりとか、それ以外にも例えば安岡正弘さんって昭和時代に教育者としてまたいろいろ政治だったりとか経済界の主にリーダーですけど、まあ、幅広い人たちに生き方を指導してた方の考えだったりとか、まあ、そういったことなどにも触れながら、やっぱりまあその、まあ、やっぱり生き方っていうのはやっぱり時代時代によって求められるあり方っていうのは異なるとは思うんです、まあ、例えば江戸時代に求められた生き方と、まあ、現代に求められる生き方が全くイコールではないとは思うんですけど、ですけど、まあ、やっぱりそういういろいろ各時代各時代で、まあ、難しい時代というのは常にあったわけで、やっぱりそういう時にどういう生き方をしてくることによって今まで社会人間の、まあ、生活だったりとか人生だったりとかビジネスだったりとかそういったことが乗り越えてきたのかということは、やはりやっぱりまあその根底にはやっぱり生き方だったりとかやっぱり教育っていうかやっぱりそういう部分っていうのがやっぱり不可欠だと思いますので、やっぱりそういうところで今のまあ例えばまあそのマネー資本主義の経済資本主義の行き詰まり、やっぱり環境問題原発、まあ、少子高齢化日本の1000兆円の借金だったりとか、やっぱりそういう状況の中でやっぱりどういう在り方っていうかどういう生き方がやっぱり求められていくのかということを、まあ、別に私が答えをバンとお伝えするっていうよりも、まあ、ちょっと情報を伝えてその皆様に考えてもらう機会を提供できたらと思うんですけど、まあ、そういったところでその、まあまあ、あるべき生き方というかそういうことに関してもお伝えして考えていけたらと思います。まあそうですね、まあそこであとまあ、プラスアルファ的に全般的に今環境と自己啓発と生き方ということで3トピックでお伝えしていくと言いましたけど、まあその全体的に網羅する内容として結構私は割と勉強とか
本を読むのは結構好きな方なんですよ。それで割と、まあ、大学は歴史学を専攻していたということもありますし、まあ、まあ、ありますしというか、まあ、そういうこともあったんですけど、まあ、やはり、まあ、いろいろ歴史などからやっぱり、まあ、学んで現代にそれをどう生かしていくかっていうか、まあ、そういう発想も持っていろいろそういう環境自己啓発生き方の内容についてお伝えさせていただきたいと思ってます。まあそこでまあまあ大体そういう感じでまあこの3トピックでお伝えしていきますので、まあぜひまた来月も見ていただけたらなと思います。まあじゃあそういう形で本日は以上、これからの番組の紹介といたしますので、じゃあどうもありがとうございました。
者を代表いたしまして、全国空襲連運営委員長の星野博さんにご挨拶をお願いいたします。ご紹介をいただきました、星野です、いつも弁解するんですが、生体の治療もやっておりまして非常に、聞きづらいと思いますがご勘弁願いたいと思います。本日はウィークデーで猛暑の中私たちのこの集会にお集まりいただきまして心から御礼申し上げます。ありがとうございます。私たちは特に私個人として退職してちょうど20年目になります。私が退職した時に東京都に行って東京の空襲で死んだ人の名前は何名分かってますかって聞いたら3930名ですと答えましてびっくりしました。これ堂々と3つの課長が出てきたんですよ。それであまりの凄さにすぐそこでその事実を書いてあの都庁の2階の、マスコミに全部連絡をいたしました。今1999年に東京都も大きな都民運動のもとやむなく市民教育に着手しました。ところが昨年末で東京で8万150名の空襲死者の氏名が記録されている。やればできんです。そしてその人々がこの地球上に生きていたことを後世にしっかりと伝えることができる。このことを私たちはこの20年間の活動でしっかりと学ぶことができます。一昨日の朝日新聞に、愛知県それから名古屋市が共同して国が市議自治体に県に要求していた資料センターが来年の8月に完成することになって今準備中ですとこう言いました。全国にそういう影響を与えているんですね。大阪も市民記録やりました。そして沖縄も広島、長崎、そして今東京と同じように悲惨な空襲の体験をした神戸が市民記録を始めます。そうなりますと大きな空襲を受けたところ全部資料館を持つ東京はないんですよ。首都東京はないんです。こんなアンバランスをなくしてそして公平に空襲の真実が後世に伝え今私たちは自らの人権人間としての尊厳をしっかりと国は守ってくださいと要求しています。何しろ軍事軍属にはせん今言われているだけで50円国のお金を使って保障をやってる。私たちはこれに反対してるわけであります。空襲の民間人は一銭ももらってます。一銭も使っておりません。こんな不公平はないじゃないですか。こういう差別民間人だからといってその亡くなった人々怪我を負った人々孤児として本当に死の思いで生き抜いてきたこういう人々に温かい激励の言葉そして医療費でもわずかでも補ってやるこういう思いがあってしかるべきだというふうに思っています。私たちは最高裁の判決で残念で無念ですが国は一方的に我々の裁判を門前払い企画決定をしました。しかし黙ってるわけにはいけません。今皆さんの力を借りて
さらに一層世論を疑う。そうして国に法律を作らせて民間人の差別、この不条理を正す、この先生の誤ちを正しく、今の憲法に基づいて民主的で公平な措置をするように要求して戦っております。今日のこの集会が、この戦後初めて行った大規模な集団提訴に対する怒りと、そしてこの力を立法化に向けて結集し、このスタートを示したい、このように私たちは考えております。どうか皆さん方の変わらぬお力添え、一層のお力添えを心からお願いいたしまして、本日集会の主催の趣旨の説明させていただきます。どうもありがとうございます。続きまして、全国空襲連共同代表の中山武俊弁護士より呼びかけを行わせていただきます。中山でございます。今日は、終戦、69回目の日にこの集会が打たれています。日本国に、310万人、アジアで、2000万人の尊い犠牲が出たアジア太平洋戦争を経て憲法が制定されましたけども、憲法はその前文で政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、この憲法を確定すると謳っております。戦後日本の政府の第一の政策は、本来ならば内外の戦争被害者に対する誠意ある謝罪と、そして補償をしなければならなかったです。ところが先ほど星野運営委員長からもありましたように、軍人軍属には53兆円、54兆円、55兆円からの補償をしながら、民間人空襲被害者は切りして、また外国人の被害者に対しても一切排除すると、このような戦後補償政策をずっと続けております。戦後補償、戦争被災の国際的な原則は、国の中にあっては軍人軍属と民間人を区別しないと、内外人平等主義ですね、国内平等主義、それと外国人も、その国の国民も国籍によって差別しないと、内外人平等主義、これが原則なんですね。ところが日本政府は誤った政策を一貫して続けております。先ほど休日祭の方の訴え、安野さんの訴え、清岡さんの訴え、それからビデオの吉田さんの訴えもありましたけども、この戦争被害者の訴えですね、それをぜひ受け止めてもらいたいんですね。ちょっとさっきテレビのビデオでも出てましたけども、今日ももう90歳、80歳になられるですね、金田さんがこの会場にもおいでになってますけども、金田さんも9歳の時ですね、お父さんの3歳の時に亡くなられて、そしてお母さん、お姉さん、妹さんが亡くなって、一人に戦災孤児になられたんですね。そして親戚の家に預けられるんですけども、もう中学校の時にですね、肺結核になったけども、病院にもお医者にも行けなかったと。そして23歳で栄養失調でですね、一つの目が失われるんですね。もう何回も自殺を考えたと。他の人たちも戦災孤児ですがそうなんだと。そして15万人からの戦災孤児が出ていると。戦災孤児はですね、餓死、凍死、自殺、そしてまたですね、孤児狩りで捨てられたりですね、そういった親がないのが、どんな大変な生活をしてきたのかと。
そのために自分はですね、そのことを訴えたいために、あの裁判にあの決意したんだと、東京大学司法裁判に決意したんだと、お金が問題じゃないんだと法廷で訴えられたんですね。そういった訴えがあったからですね、第一審東京地裁はですね、最高裁の戦争被害人を認定できなくてですね、原告らの受けたあの被害は計り知れないものだと、これは立法を通じてですね、国会で解決すべき問題というのを打ち出したんですね。この部分は東京高裁判決も引用してるんですね。だから今日国会議員の先生もおいでになってますけどですね、あの憲法は国会はその国の最高機関であって唯一の立法機関を定めてるんですね。ぜひですね、もう早期にですね、議員連盟を再開してもらいたいと、そして本気でですね、あのこの空襲被害者援護法の成立にですね、あの動いていただきたいということを訴えたんですね。今本当にですね、多くの人がですね、戦争の再び危険性とですね、平和を脅かされるんじゃないかという不安を持っていらっしゃるんですね。この援護法制定を求める運動はですね、未来の平和にも関わるですね、意義ある僕は運動だと確信しています。多くの人たちの結局は世論がですね、どれだけこの運動を支持するかにかかっていると思います。あの100万人今署名を取り組んでてですね、28万人集まっています。来年の3月6日は浅草東海道でですね、1200人規模の集会を予定してですね、それと合わせて国会にですね、立法会の署名を提出していくと、それからあと地方議会のですね、あの決議も意見書、これもあの重ねていくということをあの方針として出してます。ぜひ多くの皆さんのですね、あの支援を訴えて、あの呼びかけとしてあります。一緒に頑張っていきましょう。今日はこのお暑い中、国会議員あるいは政党の皆さんがご参加いただいております。同時に各会各団体の皆さんからもご出席をいただいております。大変恐れ入りますが、国会議員の皆様、それから政党の代表の皆様、また各会各団体から発言をいただく皆様、ご登壇いただけますでしょうか。恐れ入ります。大変恐縮でございます。それでは、ご挨拶をいただきたいと思います。ここの会場に、お付きになった順番で、ご挨拶をいただきたいと思いますので、ご挨拶いただきたいと思います。最初に、新社会党中央本部書記長、長南博邦様、お願いいたします。ご紹介をいただきました。新社会党本部で書記長をしております長南博邦と申します。大体私は会議の始まるベルが鳴るとともに現れるんですが、たまたま今日は一番についてしまいまして、最初に挨拶をさせていただく礼をいただきました。この4周年の集いに国会議員のいない今、私たち新社会党もお招きいただきまして、ご挨拶をさせていただく機会をいただきまして、心から感謝を申し上げます。私は千葉県野田市で、市会議員を29年目務めております。千葉県野田市は川一つ隔てますと埼玉県、そしてすぐ東京でございますので、あの大空襲の時に私ども野田市に疎開をされてきた方が大勢いらっしゃいました。またそういう方が私の先輩議員として議会で務めました。女性の議員でしたが、ことあるごとに大空襲の悲惨な状況、決して二度と戦争を起こさせてはいけないということを議会の場で訴えていらっしゃいました。また私は茨城県水戸市の出身でございます。水戸市も昭和20年の8月2日、
もっと早く戦争終結に導けば合わなかったであろう空襲を受けました。300名以上が亡くなり、市のシンボルであったお城も焼失してしまいました。なぜ水戸市が空襲を受けたのか。それはお隣日立には日立製作所がありました。ご承知のように軍需工場でございます。水戸市は日立市に常磐線を使って勤めに行く市民が大勢住んでいた。だからこの常磐線、そして水戸市をやっつけてしまえというのが、まあ、アメリカ軍の考え方だったというふうに思います。もとより私はまだ生まれておりません。この水戸の空襲の半月ほど前、艦砲射撃を水戸は受けました。私の母は生きていれば現在89歳でございますが、私が小さい頃、私の母は未婚のまだ娘だったわけですけども、水戸の海中港というところで網元の娘として育っていました。その時の艦砲射撃の恐ろしさを私に何度も語ってくれました。二度と戦争を起こさせてはならない。しかし今また新しい戦前かのようなきな臭い動きがひひひしと足早に迫ってきているというふうに思います。私の不勉強でございました。軍人軍属には50兆円以上もの保障している。しかし第一次世界大戦からもう前線も銃後もない総力戦の中で、前線だけを叩くんでは戦争に勝てないということで、この銃後ここを叩く、こういう形が戦術と残念ながらなってしまいました。まさに法の下の平等、これに戻る大空襲の被害者には一切の保障がされていない。とんでもないことだと思います。私たち新社会とは現在国会に議席を持っておりませんが、あちこちの自治体に議員を持っております。自治体議会として、空襲被害者援護法、これを早く立法化しろという意見書運動ができます。議員がいなくても自治体議会に同じ趣旨の陳情をさせることができます。各地で署名運動をすることができます。そういう意味で共に皆さんと共に戦うことを改めてお誓い申し上げまして、連帯のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。最初に申し上げればよかったんですが、恐れ入りますが3分で申し訳ございません。それでは続きまして、日本共産党田村智子参議院議員、お願いいたします。全国の空襲被害者の皆さんが裁判を戦い、そして連絡協議会を作り、空襲被害者の援護法をと求めてこられた、超党派の議員を動かしてこられた、まず心から敬意を表したいと思います。私も来年の戦後70周年に向けても、改めて空襲被害者の皆さんのその援護の合理が必要だ。そのために超党派の議員の皆さんや会場お集まりの皆さんとも大いに力を合わせ、知恵も尽くして取り組んでいく、その決意をまず述べたいと思います。この法律がなぜ必要か、私自身もですね、国会で何度か取り上げてきました。一昨年厚生労働委員会では、空襲の被害について政府はどこまで調査をし記録しているのかという質問をしましたが、これはやってないどころか担当する部署もありません。総務省が戦争の追悼行事に絡めて追悼記念式典に総務省の職員を送り出すときに、そこの地域に残っている戦災の記録をコピーを取ってくるぐらいの活動しかしていないということは分かりました。このままでは一体日本でどれだけの民間人の犠牲者があったのか、日本の政府として正式な記録を残すこともできなくなってしまいます。そしてもう一つ、やはり戦争を推し進め、それがゆえにアジアと日本で多大な犠牲をもたらした政治の責任が
このままでは曖昧になってしまうということです。今年5月の決裁委員会で取り上げましたのは、大阪の空襲の裁判で取り上げられた防空法の問題です。逃げるな、火を消せ、これが徹底されて国民の皆さんの中に行き渡らされた。それがために自分の家から逃げ出すことが多くの国民は許されませんでした。子供だけがたくさん生き残った。なぜか大人は火を消すことが義務付けられていて、子供だけを先に逃がした。それがために多くの戦争孤児を生み出してしまった。焼夷弾は手で掴んで捨てれば大丈夫だ。こんなことが新聞を通じて政府によって軍部によって国民に徹底をされていた。こうした政治の責任を今こそ明確にしなければならないと考えるからです。過去の戦争への政治の責任、これに無反省な政府はこれからも戦争に対して無反省で戦争に突き進むような政治をやりかねません。現に今の安倍内閣は集団的自衛権の行使容認へと踏み込んでいます。だからこそ皆さんと一緒に今一度戦争の責任を明らかにせよ、その犠牲の責任を問う援護法を作れと一緒に求めていきたいと思います。知恵も力も本当にいることだと思います。超党派で国民の皆さんと力合って頑張る決意を再び申し上げまして挨拶いたします。ご一緒に頑張りましょう。続きまして、緑の党の菅野亜希子様、お願いいたします。こんにちは。今日はこの場での発言をさせていただきましてありがとうございます。緑の党グリーンズジャパンの副運営委員長、東京都本部の共同代表をしております菅野亜希子と申します。緑の党は昨年の参議院選挙、比例区に10人の候補者を立てて挑戦しましたが、残念ながら議席を得ることはできませんでした。私たちは全国で平和や環境や人権や市民自治を求めて活動する無所属の市民派の地方議員約60名、私も昨年まで小金井市議会で議員を16年間務めておりました。またさまざまな市民運動に取り組む仲間たちで、これまで何年もかけて日本にも新しい市民発の政党を作りたいと取り組んできました。そして昨年の参議院選挙、10人の候補者のうちの1人、ミュージシャンの三宅洋平さんが選挙フェスという本当に心に直接響くような選挙運動を全国で展開したことで、今若い人たちの中で政治に取り組もうという方たちがじわじわと名乗りを上げています。私たちは来年の統一選でぜひ勢力をさらに拡大し、そして次の国政に向けてより多くの皆さんと連携しながら新しい政治を作っていくために頑張っていきたいと思っています。緑の党の大きな特徴として国際的なネットワークがあります。世界の90の国や地域に同じように緑の党として活動する仲間たちがいます。フランスやドイツのように主要政党として政権にも参加しているところもあれば、ラテンアメリカやアジアのように一部の地域では金権政治や軍事政権の中で命がけで頑張っている仲間もいます。そういった国際的なネットワークの中で見えてくるというものは大変大きくあると思っています。この戦後保障の問題にしても、先ほど中山先生からのお話もありましたが、ヨーロッパでは誰にとっても同じような戦後保障、軍属や軍人と民間人を隔てなく一人一人を保障する形が実現しています。これができていない日本のこの今の政治、国の犯したというものが際立ってきます。また先日私たちは、緑の政策フォーラムというものを開きまして、そこで前広島市長の秋葉忠俊さんのお話をいただきました。秋葉さんは、核抑止力、これは核兵器ではない、語り部として被害を語り継いできた被爆者こそが、核抑止力であったとお話をされました。この戦後保障の問題においても本当に大変なことだと思いますが、この空襲被害者、その被害者の皆さんが声を上げてくださるということが、今のこの日本の状況の中で秘密保護法や集団的自衛権の行使容認が強行されようというような、こういった中で本当に大きな力を持つ、それを押しとどめていく力になるものと思っています。また自然災害に対する公的援護制度、これは阪神・淡路大震災の被害当事者の方、そして亡くなられた小田誠さんをはじめとする市民運動がしっかりと取り組んだことで実現してきました。この今回のこの空襲被害者の援護制度につきましても、
高齢になられて本当に大変な被害者当事者の皆さんをしっかりと市民運動がサポートする中で実現をさせていくことが必要だと思っています。私たちは市民運動から生まれた市民の党としてより多くの皆さんと連携しながら署名活動に取り組み、そして地方議会からの意見書運動などしっかりと取り組んでいきたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして社民党副党首福島瑞穂参議院議員お願いいたします。どうも皆さんこんにちは。社民党の参議院議員福島瑞穂です。8月15日69回目の終戦記念日、このような会にで発言させていただくことに心から感謝と敬意を申し上げます。また全国で空襲被害に関して裁判を起こし、そしてその中で被害の証言をし、そして大きな立法を作ろうと日夜本当に頑張ってらっしゃる皆さんに心から敬意を申し上げます。そして先ほど星野さん中山さんから話がありました。何としても国会の中で超党派で立法しようと今頑張っているところです。私も本日超党派で議員連盟もう一度再開をして、そして立法を作るぞという決意を申し上げたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。私は戦争や平和には、皆さんたちもそう皆さんと同じようにすごく強い思いがあります。私は父がちょっと特攻隊の生き残りで高校卒業するときにみんなが寄せ書きをした日章旗の大きな旗が、父が亡くなったのは、7年前なんですが、その1年後にアメリカから戻ってきました。どれだけの命を取り奪おうとしたのか、戦後というか父は命を失うことがなかったので、戦後結婚して姉と私が生まれました。8月15日は私はまた格別の思いがあるんですが、12時のサイレンの時に父はよく泣いていました。私はすっごい怖くて、父に、寄れないというかですね、とにかく父の体験を聞くことがほとんどできないで、父は亡くなってしまいました。ですから今日、終戦の日、改めて戦争反対、そして戦争被害者に対してきちっと補償せよということを皆さんたちと一緒にやっていきたいと思っております。先ほどからもありました、国会の中でもずっと委員会で厚生労働委員会をはじめ追及をしてきました。軍人軍属には55兆円、しかし空襲被害者には0円、そして内外人平等原則が一つの基準なのに外国人に対することは全て、無視してやってきました。少しずつですが、例えば、中国からの、帰ってくる残留孤児、残留邦人の皆さんの問題、そして額は少ないけれどもこんなのおかしいじゃないか、平等原則に反すると少しは実現したシベリア抑留者の問題、しかし空襲の人たちのこの被害と、そして外国人の問題は私たちは国会で解決をしておりません。国会の中で今までいろいろ質問したりしてきました。例えばご存知の通り、この東京大空襲などは国際法違反だと日本政府は直後に抗議することをやっております。そこまでやっていながらなぜ被害の救済をしていないのか、国会の中で超党派で議員連盟再開し法律を作ることに頑張ると同時に、本当にあの空襲は何だったのか、一つ一つの被害や問題点をしっかりやっていきたいと思っています。で、二つ目ですが、私は皆さんたちが、先ほどの VTR もそうですが、こうやってやっていただいたことがやはり戦争を食い止めてきたと本当に思っております。孤児という言い方がよく分かりますが、戦争で、一人ぼっちになった子どもたちが戦後なんか非常に隔離されたり管理されたり、いろいろした写真なども見て、本当に語られてない戦後がこれほどまでにあるのかというふうにも思っております。イラク戦争があったとき、先ほども大阪空襲の原告から話がありました。イラク戦争のときテレビはピョンピョンと飛ぶいろんなミサイルは本当に映すけれども、じゃあそのもとで亡くなる普通の人のことをどれだけ報道しているのか、第一次世界大戦後軍人軍属よりも市民が圧倒的にたくさん亡くなっています。だから